フィオピッコロ、見かけより大きいの。すみません、大きな声を出しました。チャコ先生の教室へようこそ。本日も一つのテーマについて、元小学校教員の私、チャコ先生が褒めて褒めて褒めちぎっていきたいと思います。本日のテーマは、こちら、紅の豚です。それでは授業を始めます。お願いします。はい、というわけで本日はジブリ作品の紅の豚について取り上げます。この作品は1992年に公開されまして、もうちょっとで30年ぐらい経つ作品なんですけども、今回はまあキャラに絞って、褒めちぎっていきたいと思います。で、この動画を作るにあたってですね、まあもちろん主人公のポルコ、ヒロインのジーナ、まあ敵役のカーチス、どのキャラでいこうっていうか、全部のキャラやりたかったんですけど、あんまり多いと書ききれなくて黒板ごちゃごちゃして見にくいなぁと思ったんで、絞りに絞ってもう一人だけ、褒めちぎる動画にしたいと思います。本日はですね、フィオ・ピッコロ。そうです。飛行艇技師のピッコロ親父の、孫娘ですね。このフィオについてお話ししていきたいと思います。以前ですね、もののけ姫のあの動画作った時に、見ていただいた方はご存知かと思いますけれども、まあ、ものすごく私は、女キャラに弱いというかですね、まあ、女の子結構大好きなところがあるので、まあ、フィオに絞ってね、授業していけたら、この作品の面白さもわかるんじゃないかということで、はい、フィオにさせていただきました。で、多分今、黒板にフィオの、イラストを描いてると思うんですけど、もうね、褒めどころ満載のキャラクターでございます。じゃあ、まず一つ目。なんといっても、かわいい。はい。語彙力のなさがね、分かっていただけるかと思いますけれども。ね、鼻字紋なんですよ、フィオっていうのは。カーチスがね、一番最初にフィオに出会った時に、美しいって言ったんですけど、もうフィオはめちゃくちゃ美しい、可愛いの、塊です。正直ですね、まあ、ジーナは、子供な私にはですね、ちょっとアダルトすぎて、フィオの方がこう、分かりやすく可愛いなっていうところで惹かれるっていうところですね。はい。快活な感じというか、あとまあ色白だし、ポニーテールみたいなところとか、元気さなんだけど、ちょっと知性もちゃんとあってみたいなところ、こう全部総合して、そういうのがわかる、こう、いでたちになっているから、まあ可愛いですね。はい。今日こういう動画ですのでよろしくお願いします。続いて、二つ目です。はい、見かけより、大きいの！すいません、大きな声を出しました。ね、フィオちゃんは、自分でも作中で言ってましたけど、見かけより私のお尻は大きいと言っていまして、かなりダイナマイトボディをしています。で、物語のまあ中盤でですね、私泳ぐって言って、海にバーって服脱いで、泳ぐシーンがあるんですけども、その時に一瞬ね、なんて言うんですか、下着姿になるんですけど、まあ、全体的に華奢な体で、まあ、出るとこ出ててみたいなところが、はい、たまらんです。ジーナはジーナの良さがあるけど、フィオにはフィオの良さがあるわけですよ。まあ、今で紹介した一つ目二つ目はもう完全に下心なんですけれども、もうこの辺からデザインとか、内面性とかに、入っていきたいなと思います。三つ目。読めますかね。装備似合いすぎ。フィオは、途中でですね、ポルコの試合についていくために飛行艇に乗るんですね。で、そこで、まあ、ポルコと同じような装備を着るんですけども、まあ、ポルコはおデブちゃんなので、なんて言うんですか？こう、パッツンパッツンじゃないですか、服が。でも、フィオが着ると、ちょっとダボっとした感じが出るので、この装備の、なんか、大きさもわかるし、彼女の華奢さもわかるし、なんか全体的なこう、ボーイッシュ感というか、なんかね、いいんですよ。結構なんか男の子っぽい服装が私は好きなので、そういうキャラデザインが結構好きで、なんかごちゃごちゃした装備とかが好きなんですね。例えばなんですけど、わかりやすく飛行帽と、あとゴーグルですね。この辺のね、装備がね、めちゃくちゃ好きで、多分今書いてると思うんですけど、黒板で。なんて言うんですかね、なんかこう飛行帽とかって結構男の子っぽいアイテムみたいな感じなんですけども、これを女の子がつけることによって、なんか、ただ可愛いだけじゃないっていうか、快活さとか、飛行艇技師としてのなんか、キャラクターがより、キャラクター性がより強まるというかね。まあ当然なんですけど、そこがやっぱ好きですね。ゴーグルの後、メガネの部分がデカめじゃないですか。あれもやっぱ可愛いです。で、あと、服の襟元、寒さよけでこの辺に
布巻いてたり、あとまあ寒さ対策で結構そのモコモコしてる感じなんですよね。でそれがわかる、あの何ですか、こう厚みのある襟元があって、ちょうどこの私のシャツのみたいな、このここですね、ここの厚みがすごい描かれてるんですけども、なんかすごい機動性を重視したこの襟元のバランス、まあ色味もそうなんですけど、形がめっちゃ好きですね。であとほんと結構フェチなんですけど、手袋、革手袋がめっちゃ好きで、でしかもまあ飛行艇乗りなんで、みんなつけてるこう手袋が結構分厚いんですよね。やっぱり華奢なフィオがつけることによって、なんかそのボーイッシュさ、なんかさっきから同じことばっかり言ってますけど、そのね、なんつうんだろう、絶妙な男の子っぽさっていうか、カジュアルさが出てすっごいかっこいいし可愛いんですよね。そう、かっこいいし可愛いんですよ、フィオがつけると。それがねめちゃくちゃいいですね。はい。まああと他にも、あのズボンの下の方についてるポケットの感じとか、あのベルトの感じとかも結構好きなんですけど、まあなんかそういう装備周りがシンプルで、でもなんか必要最低限なものが全部揃ってるみたいなところのキャラデザインがすごい好きですね。で次行きたいと思います。で、あと2つあるんですけど、ここからはちょっとなんかね、内面的な性格的な部分ですね。はい。1つ目、強い女。強いっていうのは、まあ、二つ個人的には意味があるなって思ってて、一つ目は、メンタルがタフっていうことと、二つ目は、こう、仕事に対する誇りみたいなところ、まあ、意志みたいなものが強いっていうので、まあ、強い女っていう、題にしました。一つ目のタフなメンタルっていうのは、カーチスとの勝負をどうするかみたいなところで、あの、揉めるシーンが中盤であるんですけども、そこで、まあ、ポルコも含めてみんな男なのに、その中でも何をトンカチなことを言ってるのって言って、こう自分の意見をバーって通していく、その状況に負けたりひるんだりしないっていうところで、まあタフさがすげえなっていうところ、もうあんな女いたらマジで惚れちゃいますよね。はい。であとその仕事への誇りっていうのもやっぱりあって、あのポルコに飛行艇を作らせてくれってこうお願いするシーンがありますよね。あそこで私が女だからいけないのかとか、若すぎるからいけないのかっていうところで、そう、自分の飛行艇技師としての、こうなんか劣等感みたいなところを抱えてるのがね、まあそんな暗い話じゃないんですけども、フィオが他の飛行艇技師、男の飛行艇技師に、そういうところで劣ってるっていうところをなんか乗り越えたいなみたいなところがよく見えるセリフなんですね。だからなんかそこで男社会に屈しないみたいな。男がいっぱい飛行艇作ってる中で、こう女でも技術とかをこう正当な評価をされて、自分が飛行艇技師であるっていう風にちゃんと評価されたいし、自分をそういう風に思いたいみたいなところがすごいわかるんで、めちゃくちゃ好きですね。はい。で最後です。飛行艇愛がやっぱりね、フィオはすごいなって思います。設計をポルコに任せてもらって、あの徹夜するシーンがありますね。徹夜は良くないみたいな話をあのポルコにされるとこありますけども、でその直前にフィオが一個前のポルコの壊れた、飛行艇の設計図を見ながらね、この翼を作った人本当に木の性質をよく理解しているっていうセリフがあるんですけども、そこ言ってる時あのフィオの横顔なんですよ。しかもちょっと斜め後ろぐらいからのなんか抜きなんですね。なんかその前の翼を作った人に対するもう単純な、もう全くピュアな尊敬の気持ちみたいな、本当にすごいっていうのがすごい出てる、わかるセリフなんですね。なんかその辺のこのキラキラしてる感じとかが、まあ、さっきの仕事の誇りの話にもちょっと絡んでるんですけども、飛行艇技師としての腕をなんか磨きたいなっていうところがすごい出てるんで、めっちゃ好きですね。あとまあ単純にこう、だって自分の船を壊すのみたいなところが、あの途中でありますよね。まんま誘導団と揉めるところで、私の船を壊すつもりみたいなセリフがあると思うんですけど、何よりこう、飛行機を大事にしてほしいみたいなところ。なんかその辺の愛が、兵器としての飛行艇ではなくて、なんかちゃんとこう自分が作ったものとして、あの飛行艇を愛しているんだなっていうのがすごいわかるので、はい。めちゃくちゃ好きですね。はい。まあ今日こんな感じです。いくつ出しました？ 1,2,3,4,5 5個か。はい。結構絞ったんですけど、あの出した時に20個ぐらい出てきちゃって、結構統合して5つに絞ったっていう感じで今日は喋らせていただきました。なんかまた分かんないですけど、しばらく後にどうせ紅の豚の地上波放送あると思うんで
またその時はなんかフィオじゃなくて別のキャラクターで、まあポルコとかジーナとか、カーチスとかみたいなんで一本動画作れたらいいかなって思ってますんで、なんかまあリクエストとかありましたらお願いします。で、私の褒め方がいいなって思ったらグッドボタンなど投票よろしくお願いします。で、私よりうまく褒めている人がいたらその人への、コメントにグッドボタンで投票お願いします。はい、それでは本日の授業はここで終わりにします。ありがとうございました。